こんなとこにバギーが乗り捨ててあるぜ。妙だね、こんなところにバギーなんて。それにこれまだ新しいよ。新品？新品ってわけじゃないけど、まだそれほど使い込んでない。乗り捨てたってわけじゃなさそうだね。誰のなんだろうこのバギー。男の子が襲われる、モンスターに。見たのか、どこだ。わからない、でもどこかの水辺だった。水辺か。でもなんだって急にまたビジョンが。もしかしたらこのバギーに触ったせいかも。よし、探そうぜ。この辺りで水があるとこを全部回るんだ。うん。
ストリームへ焼き切ったぜ。はっハンマーヒートでオーラッパー。いやなんここだ。俺に任せろ。あっエアスラー、こっち見ろ。これオーラッパー頼りにしてるよ。ハンマーヒートだ。負けるわけにはいかないんだ。こんな奴らへでもねえぜ。シルク、あそこだ。うわ無事か、少年。あなたは自己紹介は後だ。ここは任せて早く逃げろ。は、はい。行くよ、ライン。おう、いつでもいいぜ、シルク。よし、これでもう大丈夫。あの、助かりました。いきなり回路がショートしちゃってありがとうございます。回路は直したけど、エーテルも空になりかけてる。シリンダーさえ変えればすぐに動くよ。さてと、後回しにしたことから片付けとくか。俺はライン、こいつはシルク。よろしく。あ、僕はジュジュです。あの、お二人はこれからどこへ行くんですか？よかったら僕たちのキャンプへ寄ってってください。キャンプ？ええ、すぐそこです。どうする？寄らせてもらおうよ。この辺りにホムスのキャンプなんて、何か事情がありそうだしね。そうだな。ジュジュ、道案内お願いしていいかな？はい。さっきのオアシスまで戻ると、塔の形をした石碑が見えると思います。まずはそれを目印に進みましょう。で、その先は？石碑のそばにある森の奥に小さな坂道があります。そこを降りた先が僕たちのキャンプです。よし、わかった。早速出発しようぜ。
なし。限定タイム到来だな。オッケー、いつでもいいよ。いけ、俺に任せろ。どっちだよ。ダンボリーこのままヘッドダウン。いや、行くぜ。負けるわけにはいかないんだ。こんな奴らヘでもねえぜ。
ッシュ。いけー、ビートだ。オーラッパ、やぎってきたぜ。オーラ、オーラ、俺に任せろ。スリットエッジ。主に俺のおかげだな。バックスラッシュ、ハンマーッビートだ。頑張って、まだまだ。スラッシュ、ワイルドダウンヒール、ストリームエッジ、フォーラッパー。どうだこの野郎。ナイス、やったね。俺に任せとけって。やスラッシュ、ハンマーッビートだ。落ちてみよう、これ。はっ、いっけー、ほら、よし、ガードシントだ。はっ、はっ、くる。やっ、ダイヤ、まずいよ。わかったぜ、シルク。とガードシントだ。モナドの力よ、シールド、ここだ。ハンマービートだ。スリットエッジ、こっち見ろ。これ楽勝だったね。気を引き締めていこうぜ。ジューズ、どこに行ってたの？ジューズ！あなたまさか。この前話し合ったでしょ？
私たちはここで待つんだって。でもジュージュ。ごめんカルナ。その格好、まさかあなたたち防衛隊の生き残り？コロニーシックスは無事なの？みんなは？ガド？ちょっと待ってくれ、一体何のことやら。僕たち、コロニーナインから来たんです。コロニーナインですって？モンスターに襲われているところを助けてもらったんだ。ラインさんとシュルクさん。そう、コロニーシックスの人じゃないのね。ジュジュを助けてくれてありがとう。姉のカルナよ。休んで行ってもらおうと思うんだ。いいよね？ここで？そうね、お世話になったみたいだし。コロニーシックス、なんかあったのか？僕たち、コロニーシックスを目指してるんです。コロニーシックスは、私たちの故郷は鬼神兵に占領されたわ。詳しいことは向こうで話すわ。ついてきて。ようよう。これはこれは。これはこれは。はい。
やった。おいや、まあ、おいや、まこれはこれは。これはこれは。ようこそ。何？1年前の大剣の渓谷での戦いで私たちは鬼神兵を退けた。その思い込みが強すぎたのかもしれない。コロニーシックスの防衛隊は接近する鬼神兵の部隊に全く気づいてなかったわ。空襲警報が鳴り響いた時にはもうコロニーの上空に侵入されていた。人が食われ、建物が焼かれ、私とジュジュは子供とお年寄りを守って脱出するのが精一杯だった。その後のことはわからないわ。僕たちのコロニー9が襲われた時と同じだ。あなたたちのコロニーにも奴らが？ええ、でもよくここまで無事にたどり着けましたね。オダマさん、防衛隊長とガドのおかげよ。ガド？本当だったら一月前に私の旦那になってたはずの人。君たちそんな顔しないでよ。ね、希望を捨てるにはまだ早すぎるわ。ガドは、みんなはきっと生きている。生きて戦い続けている。私はそう信じている。あの、ん？お二人はコロニー6へ向かうんですよね？ああ、敵討ちのついでにコロニーを取り戻してきてやるぜ。そんな大口叩いて。いえ、ラインさんとシルクさんなら。あの、コロニーへ連れて行ってもらえませんか？僕も。ジュージュ、みんなをここに置いていくわけにはいかないって何度言ったら分かってくれるの？だけどカルナだって聞いただろ。
奴らコロニー9にまで現れたって。それってコロニー6でのことが奴らにとって一段落したって意味じゃないの？だとしても、いえ、だとしたら余計このキャンプを危険にさらすことはできないわ。じゃあ彼らはコロニーのみんなのことはどうでもいいの？薄情すぎるよ。そんなに怖いのかよあいつらが。おい小僧。ラインさん、お前だって分かってんだろ、カルナの気持ち。言っちゃいけないことってのはあるんだ。僕、食事の用意してくるよ。俺、言い過ぎたかな。シュルク？さっきのライン、怒った時のガドにちょっと似てたな。そうなんか？私たち小さい頃からガドに面倒見てもらってたの。私にとっては兄みたいな存在だったけど、ジュジュには父親代わりだった。叱る時はいつも小僧って怒鳴ってたのよ、ガドも。親父代わりになるほどの貫禄はないと思うけどな。俺、おい、シルク、まさかお前、また見たのか、ビジョン。しまった。まさか、ジュジュ。バギーがない。あの子、一人でコロニーシックスに。あいつ、急がなきゃ大変なことが起きる。何が起こるんだ？深い谷、炎が辺りを覆い尽くして、黒い影が。ジュジュはあいつに殺される。あいつってまさかあの黒いやつか？うん。場所はコロニーシックスの近くか？わからないけど、多分すぐに追うぞ、シルク。ちょっと待って、一体どういうこと？信じられないと思うけど、シュルクには未来が見えるんだ。未来？そんなことって。自分でもなんでそんなものが見られるのかわからない。でも確実にそれは起こるんだ。だから止めないと。ジュジュの身に何かが起こるっていうの？信じる信じないは勝手だ。だが俺はシュルクのおかげで何度も命拾いしている。ジュジュ、分かった。信じたとまでは言えないけど、あなたたちにかけてみる。そう来なくっちゃな。カルナ、君は。何？いや、何でもない。どうした？急いでジュジュを追うぞ。なんかラインに説得されるとガドに言われてるみたいなんだもん。逆らえないわ。なんだ、信用されたのは俺じゃなくてそいつかよ。ビジョンは告げていた。カルナもあいつに。けど今、彼女を無理に止めることはできない。どうする？できるのか、僕に。今度だってできるさ。いや、やるんだ。
カルナ、ジュジュの取りそうなルートわかるか？ここからならいくつかルートがあるけど、バギーでならラグエル大橋を通るルートを使うはず。ラグエル大橋？遥か昔に作られたものよ。ちょうどコロニーナインの入植が始まった頃ね。よし、まずはそのラグエル大橋を目指そう。そうと決まれば急ごうぜ。途中のモンスターは俺とシルクでやっつける。カルナは下がっててくれよ。バカにしないで、私だって戦うわ。私の専門は治癒エーテル。大怪我したってすぐに治してあげるから。そいつは助かるぜ。ピンチの時はよろしくな。こんなところに段差が。まいったな。ああ、ぶつかった衝撃でフロントフォークが折れ曲がっちゃってるよ。仕方ない、歩いていくか。みんな臆病者だ。僕一人だってやってみせるさ。力が湧いてくるぜ。強くなりたい。
ってやるさ。みんな生きて帰るわよ。やってやろうぜ。僕らの心は一つだよ。
これがモナドの力なのか。スリットエッジソードパイリン、
を怒るな。あれはジュジュのバギーだわ。でももうそんなに時間は残されてないと思う。深い谷が見えたって言ってたわよね。うん、この先にあるのよ、そういう場所が。そこからコロニー6がある断崖の下に出られるの。ジュジュが向かった先はきっとそこよ。なるほど。他に似たような場所はないわ、私の知る限りでは。シルク、急ごう。ジュジュがいる場所はそこだ。カルナの言ってた場所ってこの辺りか。ええ、そうよ。この街道の先にコロニー6への抜け道があるの。でも僕が見たビジョンの通りなら、ジュジュはまだこの辺りの渓谷にとどまっているはずだ。そうね、モンスターに襲われてどこかで立ち往生しているのかもしれないわ。なあ、向こう側に行っちまった可能性はないのか。この先は特に危険な場所なの。よほどのことがない限りジュジュは近づかないと思うわ。わかった。街道沿いから探してみよう。Let's go!
落ち着いていこう。こっち見ろ、こら。ハンマービートだ。そこ、オーラッパー。バンクスラッシュだ。元気出しなさいよ、ライン。おうよ、元気出そうね。ビームエッジ。やってきたぜ。ビームバレット。ワイルドダウン。サンダーバレット。みんなの力を一つに。え、シルク。ほら。来た。これで安心ね。来る。ほら、そこ。やってきたぜ。と、オーラッパー。いや、ほら。連携の術。こんなに苦戦するなんて。もうダメかと思ったわ。ひでえありさまだぜ。新しい文字が。やれるのか。できるさ。ああ、シュルク。ここの地下には奴の触手が張り巡らされている。下手に動くと餌食だ。僕についてきて。ライン、後ろを頼む。おう、任せとけ。はじゃない。このモナドが見せてくれてるんだ。そうさ。そして俺たちがまとっているこの光もモナドの力なのさ。カルナ、行くぜ。
スかよ。行こう、奴はまだ上にいる。おう、上に逃げた。追うぞ。よっしゃ、変えられたな、未来。どうした？いや、変なんだ。僕の見た影は、こんな鬼神兵じゃない。そういや、あの黒い顔つきじゃなかったな。そういうのもひっくるめて変わったんじゃねえか。シルク？違う。これは違う！うっ！ジューズ！違う！あいつじゃない！だがこいつも顔がある。待っていたぜ、モナドの使い手。鬼神兵が喋った？クロが消すまくって逃げ帰ったっていうから、どんな野郎かと期待してたが、こいつは何の冗談だ。とんだ小賊子じゃねえか。どうした、かかってこいよ。やめろ、モナドよ。来る。死んじまうか。
ヒンギナイコン、スリートエッジ、オーアッパー、ガッ、ほら、と、いくぜ、ライン、大丈夫だよ。サンキュー。ほら、スラッシュ。行くぜ。はっ。行け。当たれ。オーラッパー。ギャッ。マーケンディーズ。こらえるんだ。ヒールブラスト。行く。ほらよ。みんな、ごめん。と。スラッシュ。すまねえ。オーラッパー。試してみたくねえか。何？このガキは預かる。取り戻したけりゃコロニー6まで来いや。急がねえと食っちまうかもな。てめえまだまだ戦い足りねえんだよ、この俺は。体験の平原から1年も経ってないのに、奴らこんな数を揃えてくるなんて。お前の目から見ても厳しいか、オダマさん。カルナ衛星兵、新たな任務を命ずる。ジュジュと共に脱出艇の準備、コロニーから脱出する指揮を取れ。でも脱出艇に乗れる数は限られている。残った人々のためわしらは戦い続けねばならん。
そんな顔するな。お前たちが逃げてくれた方が安心して戦える。約束して。カルナ、私たちコロニーの外で待ってる。だから一秒でも早く迎えに来て。ああ、もちろんだ。約束する。ガド、約束だよ。それまでの間みんなは私が守るから。守らせねえよ。カルナ、てめえらみんなこの俺の餌だ。カルナ、ジュース、ジュース。よかった。目覚めたんだね。急にぶっ倒れちまうんだもんな。焦ったぜ。どれだけ経ったの？え？あれからどれだけ経ったの？4時間ってとこかな。行かなきゃ、私。待てよ。僕たちも一緒に行くよ。奴らの拠点に乗り込むんだ。人数は多い方がいいだろ。あなたたち。本当言うと、倒れたあんたは置いて、俺たちだけで行こうと思ってたんだけどさ。すぐに怪我する俺には、あんたのエーテルが欠かせなくてね。ありがとう、二人とも。あの日以来ね、コロニー6に戻るのは。でもまさかこんな形でなんてね。ごめん、感傷に浸ってる時じゃないわね。コロニー6へはジュジュが連れ去られた渓谷の先から抜けられるわ。さあ行きましょう。